レネ・マーリン・ペーダーシェーンは、ノルウェートロムソ出身の女性シンガーソングライター。1998年10月に、ノルウェーでリリースされたシングル、アンファー・ギバブル・シナーでデビューし、ノルウェーチャートで初登場1位を獲得した。また、同年にリリースされたアルバム、プレイング・マイ・ゲームは、全世界で180万枚のセールスを上げた。さきの、 アンファーギバブルシナーと合わせてヨーロッパで220万枚以上を売り上げている。2003年にセカンドアルバム、アナザーデー、2005年に3枚目のアルバム、ロストイン、エイモーメント、2009年に4枚目となるアルバム、ツイストザ・トゥルースとコンスタントにリリースを続け、着実にファンを増やしている。哀愁を帯びたメロディーと過細く囁くようなボーカルでヨーロッパ、 アジアを中心に人気がある。自身の音楽活動以外でも、同じノルウェーの先輩シンガー、シセルのアルバム、オールグッドシングスやリアーナのサードアルバム、グッドガールゴーンバッドなどに曲を提供している。リアーナへの楽曲提供は、グッドガールゴーンバッドでプロデュースに参加している、ストロゲイトが、レネの3枚目のアルバムのプロデューサーであることから、実現した。 また、パソコン用ゲームソフト、ザ・シムズ2の拡張パック、ペットライフに。にホワット・イフのシミッシュバージョンを提供、ノルウェー語とスウェーデン語で聞ける。2014年9月1日、マーリンは、ノルウェー最大の新聞アフテンポス天使で、20代の頃から深刻な鬱病を患っており、過去に自殺を図っていたことを告白した。彼女は同じ日にこの記事の英訳を、 自身の Facebook ページに掲載している。ありがとうございます。